すみです。浅井です。イエーイ。今日のテーマですね。今は日本に行けないので爆買いしちゃった。しちゃった。何を？日本のもの。今日は私たち最近、爆買いしちゃったものを紹介したいね。ということで今日の曲は日本に行けない爆買いしちゃった商品を紹介したいと思います。私はいつもあのお金貯めて日本のためにお金使うよ。爆買いのお金。でも今は行けないからそのお金を使った。でもね全部日本製のものを買ったよ。なるほど。それってどこで買うんですか？台湾は代購があります。今は日本に住んでる人が代わりに買ってで台湾に送ってくれる。なるほど。日本で例えばディズニーのものとかね、そういうものをちょっとまとめて買って台湾に送ってくれる。でちょっとその分の空想費とか上乗せして送ってくれる、買ってくれる業者があるんだよね。そう。何がから支援しますか？私多分一番レベル低いなんですよ。私別になんか代行はあんしてなくて、例えば私だったら生活用品が日本でもなんかあこれちょっと必要じゃないなと思ってて買ってなかったんだけど、台湾に帰ったからさ、もう日本恋しすぎてそういう使わないものも買っちゃった。わかるわかる。もうあのキーワードが必要ですよね。そう、日本製か全然わかんない。一つ目はこれです。ネイル？マニキュア、トップコートだね。私ネイルはしてないんですよ。してないけど、これ見たらさ、あ、日本で見たことある。買った。わかる。日本製見たら。そう。あ、日本製よし。え、それ使ってる？一回。あとね、あるんですよ。あと、これです。箱？箱です。これ話題になってるよね。あの無印良品のあれでしょ？それ。から見たらさ、ちょっと高くて他のとこ買えば絶対安くて同じ使えるんだけど、無地だから買っちゃった。台湾人にとって無地ってなんか トップブランドなんだ、ね、高い。でもこれね、この箱でさ600元もするよ。600元？いいんじゃない、元。私これちゃんと言いたいんですけど、600元ってでも時給換算すると台湾って150元ですよね、だいたい時給が。なので4時間の時給なので、日本の時給に換算すると4000円ぐらいの価値があるってことですよね。この引き出しで4時間分の時給か。そう、2200円。日本だったら2時間全然いけるね。そう、でも2000円でもちょっと高いのよ、この引き出しだと。あとね、あとこれですよ。あー、あの香り系の。そう、これ洗剤柔軟剤も入りの、これが結構日本でも使ってて、日本だったら200円くらいかかるんですけども、台湾のはあまりこれがなくて、本当に一回松本清で見たらさ、これ300元。ちょっとずれちゃった。でも2個買った。じゃあ2200円。そう、あとこれもシューシューも日本で全然使わないんですよ。ファブリーズね。そう、シューシューでももう2本持ってる、台湾で。でも大体こうはしてない。その理由はもうあんまり待ちたくないので、すぐ欲しい、今見たらすぐ欲しい。分かる。いっぱい買っちゃった。まあ大丈夫、生活用品だから。確かに使うもんね、これは。そう、私、一番レベル低いのは終わりました。終わりました。私は日本人なんですけど、台湾にはどうしても売ってないものが欲しくなっちゃうんですよね。で、一つ目が、女性の皆さんなら分かっていただけると思うんですけど、クリスマスコフレね。コフレ、そう、あのね、日本だとこのクリスマスの時期にデパコスのクリスマス限定のこのパックとかあるんですよ。あー、台湾はない、あんまりない。そうなの。でも日本だとほとんどどのデパートコスメにもそういうクリスマス限定のセットが売ってるんですよ。たまにはこのアニメとコラボしたり、超可愛いんですよ、これが。これをちょっと最近もう日本に帰れないので、もうお母さんに頼んで買ってもらおうかなと思ってます。マミー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 、不要生气哟，还不要生气哟，生气一下没关系，不要生气，我买豆干给你好不好？加油！
はなかなかこれも台湾でやってないんですけど、可愛いブラジャー。あれ台湾のブラジャーも可愛いでしょ。可愛いでしょ。台湾のブラジャーはなんか機能性重視というかすごく着やすいし、なんかちょっとうんってなるんだけど、日本のあのレースとかすごい可愛いんですよ。リボンとかこの羽の刺繍とか、しかもちょっと日本の方が安いので、日本に行ったら絶対めっちゃブラジャーを買って帰りますね。でもおっぱい太ったわけでしょ。なんでいっぱい太っちゃうかも。確かにそれは正論だね。太ったは自分がなんか可愛い可愛いなと思ったらこう見るんですか。いや可愛い、鏡の前で、お、今日可愛いブラジャー着ちゃった、テンション上がるっていう感じ。いや、わかりますよね、皆さん。いや、わかりますよね。誰が見るんですか。もしかしたら誰かいつか見るかもしれないじゃん。ちょっと、あーっと、私が見ますね。お願いします。じゃあ3つ目、これ最近ズズちゃんに感化されてついに私、対抗に手を出しました。おお、ずっとね迷ってたんですよ。やっぱちょっと高いし、日本人はとしてはね、この値段だったらっていう値段にちょっと抵抗があって、うん、ダッフィーの新商品が最近出たのでどうしても買いたくて最近手を出しました。おめでとうございます。ようこそ。私の世界。ちなみに日本円の値段と在庫下の値段は何の差がある？最近聞いたのだと 1.5 倍から2倍ぐらいするかな。ダッフィーのポーチとかだと、多分ディズニーランドとかだと3000、4000ぐらい。でもそれをタイコーで買うとタイピー1円リアン、1円ぐらいするかな。そうなるほど。でも欲しいでしょ。うん、欲しいやで。欲しいっす。最近ね、ちょっとダッフィーのポーチとタオル買うかな。合計いくらですか？何件ですか？トータルで4000元ぐらいですかね。4000元、1万4000円ぐらいで、ね、ちょっと耳が痛いですね。1万4000円。ちょっとママピアさんちよ、ママピアさんちよ。はい、じゃあまあこれは中級レベルですから、皆さん上級者がいますから。私本当に最近病気になった。病気になった。本当に病気になった。もう日本病。前はあ、まあこれ高いから今度日本行った時買おうっていう感じ。ああ、でも今もう売ってるだけでありがたい。買えるなら買っちゃおう。そう。ちなみにどんなものを他に買ったんですか、先輩。最近一番重症なのはカードキャプターとお茶魔女取りみたいな。おお。1ヶ月前に予約したのものはついに台湾に来た。ゆっくりよ。わあ。わあ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 。すごいすごい。あ、すごいすごい。これもそうです。あ、これもそうです。はい、全部。これは何でしょう。あのカードキャプターの一番くじのもの、うん、1回引いたら300元。1回で300元、つまり1000円ぐらいかな、うんうん、私は3回引いた、この3個、うん、他のは、うん、他の人は引いて多分いらないものを私また買った。ちなみにさ、こういうもう中身が見えてるのって300円以上するんじゃないですか。そう、これは B 賞だから、これは高い、なんか、珍しいものだから、これは700元。2500円。わー。で、これは全部300元。あと1個はカバン。カバン、カバン、あ、最近 ね、カバンの隣ある、これ。あ、かわいい。これも300元。なるほど、ついてるんじゃないんだ、それ。そう、じゃなくて、これは今はこの一番くじだけ11,000円。素晴らしい。でもこれ元々は全部あの日本のお金、日本貯金してたんだよね。貯金してた。あとはこれ、うん、これはもうあのカートキャプターの1点を最近コラボした、うん、値段知らないけど第5の費用もあるでしょ、うん、だからって530元、これ、うん、まあ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 、でももっとすごいのがあるんじゃないですか、先輩。ねえ、そうですね。前はサメンサーとカードキャプターがコラボしたから、このカバン買いました。当ててみて、いくらですか。8000円。いやいや、サマンサーもうちょいすると思うな。コラボ商品だから。そう、12,000円。いや違う違う、カバンだからもったいないのか。いや、20,000円。はい、一番近い値段なのは、じゃん、うわー、5800元。
いえ16,500円になります。え、めっちゃ近くない？でも5000円の差だよ。うん、うわ、5000円の差。5000円5000円の差すごいよ。太鼓の費用そんなに高いの？あ、まあでも今見た感じこれ日本でも売り切れてるから、もしかしたら日本でもこうもしかしたらね、うん、転売とかされててもっと高く同じくらいの値段かもしれない。そう、もっといろんなものがあるけど、でも、うん、今日はもっとこんなここまでにしときましょうね。先輩今一応こういう感じ皆さん驚いちゃいますよね。そうそうそう、ここまでで、はい、お、リンリンが、うん、あー見て、私が大好き、お土産で紹介したそのブラウニー、チョコブラウニーが台湾で売ることになりました。ありがとうございます。日本だと多分100円くらい、100円くらい、台湾の値段は50元180円。日本買えるか、高級だね。だって台湾で50円って言ったらさ、ちょっと小さいお弁当1個買えるよね。そうそう、弁当買えるよ。うん、どうぞこっち、今日こそこちらの世界へ。わー、爆買いしちゃった。見ちゃった、しちゃった。あ、でもいいことしたらさ、台湾でも日本のもの買えるのが幸せですよね。買いたくても買えないところもありますもんね、多分。考えたら幸せなのかな。みやさん最近、うん、私たちと同じ日本病じゃなくて台湾病ありますか？確かに、うん、ぜひよかったらなんかコメントしてくださいね。何か最近買いましたか？また買いましょう。今から、今から、先輩、私もちょっと入ります。Facebook のどこだっけ。というわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバイ。バイバイ。この動画が好きなら楽しみにして、グッドボタン押してください。それから私の Twitter もフォローしてお願いします。リンクにあります。それじゃあバイバイ。バイバイ。